今回はね、健康の話じゃなくて、ホップフィールドネットワークの話をします。何ですか、それは。で、なんでこんなもんが出てきたかと。前にイジングモデルの話したじゃないですか。イジングモデルで遊んでるというね。ならそこにですね、またへのへのもへじさんがコメント、なかなか意味深なコメントを入れられたんですよ。で、それを読んでね、また僕はハマってしまったわけ。何ですか？で、どう書いてあったかというと、まずね、イジングモデルは面白いですねって。で、まあ、ここからね、まあ、いろいろ話が進んでですね。で、これはへのへのさんの、まあ、持論、あるいは、まあ、小林さんも関係のある意識ね。で、意識っていうものが、まあ、へのへのさんによればですよ。脳の中のネットワークのね、フェーズチェンジとか、いわゆる、例えばイジングモデルで温度を下げてくると、あるところでパッと、総想変定異。員、総転移じゃない想定員、ですか。で、それまでランダムな磁場がなかったので、あのところにパンと一方方向に向くとかね。でね、意識というものもね、そんなもんじゃないかって、まあ、彼はおっしゃるわけで。で、これもね、なかなか面白いと僕は思ったんだけど、まあ、そこはへのへのさんが言ってるわけじゃないんだけど、何かを意識するっていうのはね、意識するかしないかのどっちかだろうって。で、よくある実験で、動画で、ゴリラのぬいぐるみの動画があるじゃないですか。あれはね、意識するかしないかどっちかであってね、20%意識するとか、そんなもんじゃないわけよね。オールはなしなわけ。いや、というのはある意味ね、想定なわけですね。で、温度が下がっていくと想定を起こすというのはね、なんか意識のね、温度が高いと。ね、で、温度が高いと、イジングモデルとあっちこっち向く。だからいろんなことをぐちゃぐちゃ考えてるというのが温度が高い状態だと。で、温度が下がるっていうのは、まあ、冷静になることだと思いましょうよ。冷静になると、ある時にパッとね、あーって、ね、ゴリラがいるって。あるいは、ダルメシアンだっけ、犬がいるって、そんな絵があるじゃないですか。まだら模様があって。なんか、アハ体絵験みがたいな。見えてくるんですね。あれもね、見えるか見えないか、どっちかなのね。で、一旦見てしまうと、もうね、二度と消えないのに。まあ、そういうわけで、まあ、その、へのへのさんは、意識っていうものと、イジングモデルみたいなものはね、関係があるんじゃないかという、まあ、自説を述べられたわけよ。で、さらにね、その次にね、なかなかこれが面白いと言ったのは、ホップフィールドネットワークイズオールユーニードという論文がある。そうなんですか。名前は 似てどますこね、かなんでか。聞いたようなっていう。いつ頃の論文ですか、それは。2020年の論文。ああ、まあまあ、新しいですね。まあ、最こ近。れね、トランスフォーマーイズオールユー、え、アテンションイズオールユーニードか。これが2017年に出た、ね、今のトランスフォーマーの元のペーパーじゃないですか。それからね、is all you need というのが流行になったらしくて、そういう類のペーパーがいっぱい出てるらしいのよ。で、その中のワンオブゼムが、ホップフィールドネットワーク is all you need という論文ね。で、僕はね、この論文の存在を知ってたわけ。でもね、まあね、タイトルがタイトルだからね、あんまり読む気もしなかったわけ。で、例のね、ヤーニック・キルヒャーがね、1時間にわたってこれを解説してるんよ。で、そのことも知ってるんや、あることはね。でもね、もう1時間もあるしさ、ちょっと聞いてみる気がしなかったわけよ。ところがね、その、まあ今の、その、へのへのメヘジさんがね、そういうことを言ったから、ちょっとアブストラクト読んだんよ。その論文の。ならね、実にね、興味深いことが書いてあった。それは、その、ホップフィールドネットの、モダンなホップフィールドネットなんだけど、それをさらに彼らは、まあ、拡張したんですよ。で、そうした、まあ、彼らのホップフィールドネットは、トランスフォーマーと等価だと。おお。
で、トランスフォーマーっていうの一番のポイントは、アテンションなんですよね。うん、このアテンションに相当することが、そのモダンなホップフィールドネットで表現できると。おで、私がね、の最近の一番の関心事は何かと言うと、ディープラーニングがなぜあれほどすごい力を発揮するか、うん、特にトランスフォーマーが、うん、なぜあれほどね、すごい力を発揮するか、そのことはチャット GPT とかいうのを見ててそう痛感するわけじゃないですか、うんうん、で、だからそれがなぜかってことを知りたいというのが、まあ、で、そのために一連の勉強をね、まあ始めて、まあそのきっかけはヘルヘルさんにあるんやけど、うん、で、例えば多様体仮説とか、あるいはホログラフィック原理とか、うん、あるいは繰り込み群とか、あるいは反ドジッター宇宙とか、もういっぱい あるわけだけど、うん、今のこの、うん、ホップフィールドネットっていうのはそのワンログゼムなわけですよ。うん、で、私が極めて関心を持ったわけよ。で、読んでみようと思っただけだよね。読み始めたんだけどね。これなかなか難しいと、うん。で、まずね、ホップフィールドネットっていうのは何かと。それの、もともとのホップフィールドネットっていうのがあるんですよ。うん、で、それの改良版なわけで。じゃあ、もともとのホップフィールドネットっては何かと。うん、これ、1980年代に、アメリカの物理学者のホップフィード氏が、教授が唱えたものなんですよ。で、これはね、極めて興味深い。だから今日の勉強会で、まあそれをね、徹底的に、まあ、勉強して、まあ小林さんもおられたけど、まあ前回の勉強会でもそれを読んで、で、まあ今回でも読んだんだけど、まあ、だから今、当面の目標はその古典的なホップフィールドネットは何なのかということを勉強しようということなんだけど、まずホップフィールドネットはですね、こういうね、ニューラルネットの研究の歴史においてね、まあ非常に古いわけ、1980年代ね、うん。で、これの拡張として、ヒントンがボルツマンマシンというものを考え出した、うん。で、ボルツマンマシンは実はね、なかなかね、学習が難しいので、制限ボルツマンマシンというものになって、うん、まあ、ヒントンがそういうものを考え出したわけ。で、まず、で、その先にディープビリーフネットワークというものに、まあ、進んでいったんですが、で、ホップフィールドネットというのは、ね、まず一層なのよ。ディープラーニングのディープでも何でもないの。ね。二、うん、層ですらないの。一層でしかないの。うん、で、ニューロンがまあいっぱいあるわけ。で、問題はですね、この間がね、三つ結合してる。あらゆるニューロンがお互いに全部とつながってると、うん。そういうものなんですよ、全結合。そういうものを、レカレントニューラルネット、RNN と呼ぶわけです、うん。で、ここでですね、こういうことやるんだ。これ何をするもんかっていうとね、パターン、絵をここへ覚えさせるもんなんですよ。うん、で、覚えた絵をね、思い出すということをやるわけ、うんうん。この時にですね、この連想記憶ということ。つまりね、覚えたパターンの全部じゃなくて、一部だけから全部を思い出す。とか、うん、一部が間違っておるとか、そういう時にでもものを思い出すと。うん、例えば人の顔を見た時に、マスクをしてても、まあその人が、まあわかるじゃないですか、うん。で、それは、だから一部隠れててもわかる。それが連想記憶だと。だから何かね、記憶で、さらにね、もっとね、人間の記憶で言うなら、ちょっとしたキーを与えると、
他のことはバババババババと思い出すと、うん、昔のことなんかね、なんか一つのことがあった、ああ、あれもあった、あれもあったって思い出すじゃないですか、うんうん、そういうものが連想記憶なわけですね、うん、で、これの物理的な数学的なメカニズムをそのホップフィールドネットワークは実現してるわけよ、うん、で、どうするかというとですね、まあ、これはなかなか、こっからの話は、まあ、なかなか難しい話だけど、まあ、ネット、ニューロンがいっぱいありますと、ね。で、これに、まあ、まあ、番号を振りますと、ね。で、これが、ニューロンがね、オンかオフかと。これね、1かマイナス1かしか取らないと、まあ、そうするんですよ。で、例えば今ね、絵を考えますね。で、ここでね、まあ、1かマイナス1だからね、線画を考えます、線画。で、これを、画素に分けますね。で、黒く塗ってあるところが、まあ、仮に1だとしますよね。で、背景の白い部分、まあ、仮にマイナス1だと、まあ、しますよね。な、結局ね、これはね、マイナス1、マイナス1、マイナス1、1、マイナス1とか、どうとかいう、そういう数字の列で表せるわけじゃないですか。だからそれをね、こう、ガーッと伸ばすと、要するに長いね、ベクトルになるわけでしょ。うん、このベクトルは1とマイナス1がガーッと交互にあるものなんですよ。うん、で、この1から、まあ、仮にですよ、ね、まあ、100個まで、まあ、簡単なのは100個まであるとしましょうよね。まあ、10×10 の、画素を考えたら100ですからね、ここにあるかないかを考えれば、まあ、100になるでしょ。で、この100のニューロンを考えるわけですよ。で、このニューロンが、ね、発火してたら1、発火してなかったらマイナス1と。で、そうやっておいてですね、このニューロンをお互いに全結合させるのよ。で、こうするんですよ。で、あるニューロンを考えたときに、他のニューロンからね、全部この特定のニューロン、全結合ですから影響があるわけ。うん、で、ここに上と、このつなぐ線の太さっていうのを考える。これはね、1かマイナス1かとするんですよ。で、ニューロンも1かマイナス1かなんですよ。うん、ね。で、相手の今ね、1というニューロンがあって、ね、100というニューロンを考えますと、ね、1と100はつながってて、100というニューロンが仮に1という値を取ってたとすると、うん、で、このつながりの強さが1とすると、なかけたら1ですよね。うん、だから、この100番目のニューロンは、この今1というニューロンに1という影響を及ぼす。うん、で、残りの98個かのニューロンの影響を全部計算するよ。うん、で、計算してた、で、これプラスとかマイナスになるじゃないですか。だってね、相手は1かマイナス1ですよ。うん、ね、で、結合してる太さも1かマイナス1なんです。うん、だから、ね、1と太さ、結合が1なら1、1だけど、1とマイナス1ならマイナス1になってと。まあ、そういうにして全部足したら、プラスになるかマイナスになるか、まあ、等しさ0になるか。うん、でしょ、で、プラスになったら今の1というニューロンも1にするんだよ、うんね。マイナスになったらマイナス1にするんだよ。それだけ、うん。で、そういう仕組みになる。で、じゃあどうするかっていうと、このね、ウェイト、重みですね。これをどう決めるかっていうね。で、それはですね、まず一枚の絵を覚えさせると。そうしたときに、その1と2を見てですね、1と2の模様が1、1であればね、このつながりを1にするわけ。で、1、で、今1、1番目のニューロンが1としてね、2のニューロンが、まあ、2のニューロンが1なら、1と2をつなぐ強さは1とするね。で、3のニューロンがマイナス1であれば、1と3をつなぐこの重みはマイナス1にする。うん、そんな風にするとね、1枚の絵をバンと与えると、うん、この結合が全部決まるわけよね。うん、それだけなんだ。
だから、うん、1枚の絵に対してこの結合がこれウェイトというのね、WIJ、うん、これマトリックスで表現できるわけ、行列で。だって1から100までね、ニューロン書いて、横に1から100までニューロン書いて、で、ね、お互いの結合の強みさを1、マイナス1で置いたら、このマトリックスは1とマイナス1がガーッと。で、対角線のところは自分自身ですから、1と1、2と2だから、これは0なの。うん、対角線は0で、それ以外は1とマイナス1。で、かつね、1が2に及ぶ影響と2が1に及ぶ影響は同じだと、まあ、仮定するので、うん、このマトリックスは対称行列になるわけ。うんうん、ですから、1枚の絵が1枚の、1つのマトリックスに対応するんや。うん、でですね、そこで、まあ、そうして、で、次にね、これ、なんかある絵があって、その1枚の絵が1つのマトリックスに対応するから、次にね、違う絵を与えるわけ。で、今のマトリックスに、この今の適当な値ね、をかけて、これをね、何回かやるんですが、そうするとね、最初にね、適当に与えたやつがね、最初与えた絵になるんですよ。つまり最初、今与える絵が、このかけた絵ね、かけた絵っていうのは、ある部分が正しいけど、残りは全部1にするとかさ、あ、残り全部マイナス1にするとか、あるいはランダムするとか、何でもいい。一部分は確実に起こる、うん。そういうものを与えてやると、うん、で、今言ったあの規則で、まあ、マトリックスをかけてですね、うん、で、何回かやっていくとですね、あの元を与えた絵に戻る、うん。これが連想記憶だと、うん。で、さらに面白いことはね、じゃあ一枚の絵しか覚えられないのかって、そんなことはないんですよ。ね、2枚目の絵与えますよね。なら、その2枚目の絵はまた2枚ある X にて別のベクトルで表現できるわけや、うん。そうするとまた別のマトリックスができるわけや、ね、うん。で、こう2枚のマトリックス、2つのマトリックスができたわけ。でね、例えば10枚の絵を覚えさせてと仮にしますよね。そんなどうするかというと、このマトリックス全部足して、ね、平均だとね。うん、ここが謎でしたよね。平均を取ってね、うんうん、なんでそんで思い出せるかって、うんね。一つのマトリックが1枚の絵に対応するっていうのはいいと。ね、で2枚目の絵が、ね、2枚目のマトリックス、2つ目のマトリックが2枚目の絵に対応するというのは分かった、うんうん。平均を取ったら絵の平均取るようなもんじゃないかと思うじゃないですか。うんうん、そこはそうじゃなくて、うん、これで2枚でどうなるかっていうと、最初ね、ゲス、最初与えたやつがどっちの絵の近いかによって近い方向に行くんですよ。へー、そうだ。平均って小数になるんですか、値は。うん、1か0の1の10個の平均やとしたら、1とマイナス1と1と、いや、だって、あ、1とマイナス1ですか。だけど、でも、111を、あ、違うか、100、あ、違うか、なんか3で割ると、なんか3分の何々が出てくるとか、ありそうですね、半端な。ありそうやね、うん。うん。で、それによって、全部の絵を思い出すことができる。そう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 。平均取ったら、一つのマトリックスしかないのに、そのマトリックスの中に3枚の絵の情報がみんな入ってると、うん、そんなようなことになるっていうか。重ね合わされてるような感じですね、うん。うん。なんか6って数字見ると、元が2たす4だったのか、1たす5だったのか、もうわかんないから、元には戻さないような感じがするんだけど、うん、でもちゃんと情報入ってるよっていうわけなんですね。不思議な感じ。うん、でね、僕はね、今日の勉強会で言うたんやけど、僕は、まあ、昨日これ勉強しててね、なるほどと思ったことがあったと。どういうことかって言ったらね、あの人間の記憶っていうのは何かと、ね、コンピューターの記憶と人間の記憶は非常に違うと言われてるわけよ、うん、でコンピューターの記憶って何かって言ったら、例えば、まあ、画像をねコンピューターに覚えさせたとすると、これは、まあ、さっき画素に分けて、まあ、ベクトルじゃない、数字の列じゃないですか。うんうん、
それがハードディスクのどっかにあるわけね。うん、だからそのものズバリをその通りで覚えてると。そうそうそう。そうですね。これはまあ大体融通が効かないだろうなっていうのはなんとなく。うん、で、そういうふうな覚え方をしてるとね、うん、そこが仮に何かで消されたら、うん、もうそこは永久に忘れるわけよ。うん、ところがね、よく言われてることは人間は、そういう覚え方をしなくて、うん、要全体で覚えてると、うんうん。いわゆるホログラフィーのように覚えてると、まあ、そう言われてるわけですよ、うん。でね、そういうことはよく聞くわけ。うんね、で、これ僕ね、なんでそういうことに関心持つかって言ったら、チャット GPT とか GPT-3 がなんであんなに賢いかと、うんね。で、チャット GPT に何かを聞いたら、ね、ウィキに書いてあるようなことをスラスラと答えるわけじゃないですか。うん、ところがですね、そのウィキに書いてあることを、ね、チャット GPT のどっかに書いてあるわけじゃないのに。うん、あの1750億のパラメーターに分散して数値になって入ってるわけですね。そうなんや。まさにね、人間がね、覚えてるのと同じように分散して覚えている。で、そういうことはね、よく言うからね、あの感覚的にはそうだと思ってるわけ。うん、だけど、今、その、うん、ホップフィールドネットで分かったことはですね、一つのベクトル、これが一番いいのですよ。これが一つのマトリックスに対応しとるということね。うん、で、ま、一つのベクトルが、例えば要素が100個あったらですね、このマトリックスが 100×100、つまり1万の要素を持つわけよ。もちろんこれ、大学生のところゼロで対象ですから、1万もいらないんだけど、うん、まあ半分で5000、うん。でもたくさんあるわけじゃないですか。で、つまり、一つのベクトル、絵がですね、このマトリックスの中に分散して覚えられるわけね。うん、で、さらに面白いのはさっき言ったように、たくさんの絵があったときに、そのマトリックスがたくさんあるんだけど、うん、それを平均して覚えておると、うん、あの。平均で良いということね。うんというのはね、1枚の絵に対して1つのマトリックスなら100枚の絵に対して100枚のマトリックス。これは全く無駄以外の何者でもないわけ。うん、だってマトリックスの方が要素が多いんだから無駄なわけですよ。うん、ところがね、こう思ってください。あの100の要素を持つベクトルがあってですね、これが、こういう絵が仮に100枚あったとしますよねって。な、100×100 で、まあ、1万の要素があるわけや、うん。ところがね、1枚1枚のね、1枚1枚の、1つの絵に対するマトリックスが、さっき言った100万、100×100 で1万なわけや、うん。それをね、それ1、1つでいいって言ってるわけや。足して平均するんだからね。だから結局同じことなのね。つまり、ベクトルが、100次元のベクトルが100個あることと、100×100 のマトリックスが1つあることと同じでしょ？あの要素の数で言えば。まあ、つまり、まあ何が言いたいかって言ったらですね、要するにベクトルで覚えるということは、それはコンピューターで言えば、このベクトル、この数値の列ですから、それをハードディスクに置くと。こういうのは局所的な記憶ね。うん、そこを壊すともう終わりと。うん、だけどそういうベクトルがたくさんあってそれをマトリックスにしてそれを足して平均すると、うん、とまあぼやけてるわけじゃないですか、うんうん、でつまり記憶がこのマトリックスの中に分散されてるわけ、うんうんうん、でこのマトリックスっていうのは要するにウエイトですからね、うんうん、WIJ ウエイトの集まりですからね、うんうんうんだから、つまり、まあ、何が言いたかったかって言ったら、ディープラーニング、あるいはね、チャット GPT がなぜあんなに賢いかって言ったら、その知識をウエイトの中に蓄えておると言うんだけど、それはよく言うんだけど、それを実感させてくれるのが、ポップフィールドネットだということなんですよ。なるほど。というのが、まあ、今日の気づき。で、そういう話をすると、そんなことは分かってたら言う人はいるんや。いや、つまり、
ウエイトにね、メモリーはウエイトにあるんだって。まあ、それはね、みんなそういうわけ。言うんだけど、それの数学的な真の意味はなかなか誰も分かってないわけよ。いや、それが、具体的にトランスフォーマーの場合どうなってるかは分からんから、それをこれから勉強したいと。それだと、ね、ホップフィールドネットワークイズオールユニードっていうペーパーに書いてあるんじゃないかなと。うん、思うんで、まあ、それについては分かり次第お話しします、うん、今はホップフィールドネットというものがあって、うん、それは80年代に物理学者が唱えて、うん、でホップフィールドさんはまだご存命で、すごいねと。なるほど。で、物理学者ってことは人工知能の研究をしてたわけではないってことですか、この方は。どうなんですかね、なんか別な理由で。別の分野じゃないんですか。結果的に人工知能分野に入ってこられたんでしょうかね。うん、あのね、結局ね、今のね、ホップフィールドネットを思いついたのはイジングモデルから思いついたよ。うん、なんとなくちょっと似てるようなところ。似てます。非常に似てます。うん、イジングモデルはある要素がね、あのね、ニアレストネイバー、最近説としか相互作用しないのよ。ホップフィールドネットは全部とつながってる。で、イジングモデルは結合の強さがみんな例えば1なんや、だけどホップフィールドネットは1とマイナス1を取るんや。なるほど。だからホップフィールドネットはイジングモデルの拡張版ですね、うん、だからホップフィールドさん自身も、ね、イジングモデルを勉強してて、あんな、まあ、これの拡張ということで考えていたと。なるほど。ジョン・ホップフィールドさん、1933年生まれ。すごい年ですね、90歳。そう。うん、30年、そうか、うん、あの。レックス・フリードマンのインタビュー受けてたもんね。90歳。プリンストン大学で分子生物学の教授を務めるとともに、アメリカ物理学会の会長も務めているって。すごいですね。うん、いや、インタビュー聞いたけど、頭しっかりしてるよ。いや、だからね、そうなるためにはね、どうすればいいかって、それはね、そっちへ、そっち行きます。健康、結局健康に。いや、でも面白いです、ね。そうか、ホップフィールドさんもそうだし、この前出ていただいた武田先生もそうですけど、はいはい。ね、目指せ。最近使われてるんでしょうかね、ホップフィールドネットワークって。いや、だから今みたいに、モダンホップフィールドネットっていうのが、2015年にホップフィールドさん論文書いてるよ。今だからもう、ニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワーク一辺倒となってますけども、改めてまた、ちょっと違う可能性ということで、出てきてるんでしょうかね。うんうん、だからそれがさっき言ったホップフィールドネットワークイズオールユニーで、つまり、その、トランスフォーマーと同等だと。うん、いうところで。いや、使われてるのかなっていう話で。いや、使われてるかどうか知りませんがね。うん、でもなんか自然に入り込んでるような気もしますよね。そういう。いやだけど、まあ、なんか計算量多そうな感じはしますけどね。うん。だけ見たらすごく簡単じゃないですか、実装するのが。一層だったら。うん。でもなんかそれが服なんかの形で入ってるのかなと、今のニューラルの中に。いや、それは答えられません。面白いですね。不思議だけど。へぇ。なんかやってみたいですね、これ。うん、実験を。やってみよう。それはね、僕今日の勉強会で、若い人に、演習問題としてやれ。確かにこれいいですね、ちょうど。いや、実は読んだペーパーにちゃんと Python のコードが書いてあるんや。なるほど。で、小林さんが早速走らせたら動かなかったんやね。うん、なんかもう廃止されてるライブラリーみたいなものを呼び出してるから、ちょっと工夫がいる。あれ、2が出てるかもしれなくて。あそこはね、絵を描く部分でしょ。ああ、そうだね、パイゲームっていうやつ。だからそこは、まあ言うなら、いいとこじゃないですか。そうですよね。はいはいはい、いや、その復元のアルゴリズムも面白いんですよね。だから、その結合のマトリックスの中に3枚ぐらい絵を覚えてたとして、どうやってその絵を復元するんだって言ったときに、なんかランダムから始めて、で、どん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 エネルギーを下げる方へ下げる方へ絵を変化させていくと、
一つの絵が出てくると。で、その初期値、ランダムの初期値が、この絵に近ければこっちでちゃんと収束するし、この絵に近ければこっちで収束するしって言って、はいはい、初期値によって3枚でどの絵に収束するかが決まるっていう、なんかそういうやり方があって、反復するとだんだんその絵になってくるっていう。ね、面白いですね。すごい。はあ、ちょっと手がかりがあるとふーっと来て あれだみたいな思い出すみたいな、そういう感じですよね。そうね、自然現象、物理現象にはなんかそういうのがありそうですよね。現象って、うんうん、初期値を与えて何か定常界が変わるっていうのは、うんうん、流体力学とかでもあるし、うんうん、確かにプログラミングの演習問題としてすごく適してる気がして、うんねうん、簡単ですからね。まあ、ね、うん、書くのも簡単だけど。そう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 。で、最初の絵が戻ってくれば正解ってちゃんと分かりますからね。バグってるかどうかが一目瞭然ですからね。結果を見れば。へえ。おまけに松田先生のパソコンの CPU のこの使用量を100%に近づけていくとか、並列化できるからね。並列化、並列のプログラムちゃんと書ければ。そうですね。